はい、こんにちは。東大合格受験人の時田彰水です。今回は2021年度東京大学入試問題数学から分離共通問題解説していきたいと思います。さあ、行きましょう、えー。今年の問題は分離共通問題2台あったんですが、そのうちの1つこちら解説していきたいと思います。で、この問題、東大受験者だけではなくて、ぜひね、高校1年生、高校2年生でも、 取り組んでほしいなというふうに思いますそれぐらい結構大事なところですしもしかしたら共通テストとかで誘導付きで出題されても全然おかしくないかなというふうに思いますはい。原理的にはあの高校1年生で習ったものと高校2年生のね領域とかあそこら辺の数学2で習うような内容を押さえておけば基本的なところを押さえておけばしっかり対応することができますですが えこのタイプの問題領域に関する問題なんですが通常ここ x2 乗足す ax 足す a とか ax 引く a みたいなね b がなくて a だけ1文字だけっていう風な問題が一般的なんですが2文字になってるのでちょっと新しいタイプの問題だなっていう風に思うかもしれませんあんまり習ったことないかなって感じなので是非ねこれで初見に強くなる一緒にね 実力アップししてていってしいいいっほなとううふうに思いますではいきましょう、えー、問題見てみると点 AB の取りうる範囲を座標平面上に図示しなさいつまりこれ AB 平面上に書きなさいっていうことですで、えー、じゃあどういう条件なのかって見てみるとこの放物線 C っていうものと、えー、y イコース x 乗っていうのは2つの共有点を持ってますよって言ってるので、えー、この c と、えー、y イコールうものを使って えーと、の共有点を考えます。共有点を考え、点を,を考える。で、共有点ってことはどうするかって言ったら連立ですよね。なので、えーと、x 二乗を足す ax プラス b イコールマイナス x 二乗ってなるので、これ整理してみると 2x 二乗 ププラス A x プラスス ax b イコール0っていう,ふうになります、はい、で、えー、その共有点の x 座標の1つがマイナス -1 から0の範囲で、えー、他方の共有点の x 座標が0から1ですよっていうふうに言っています。はい、ということは、これどういうふうに考えるのか、いきなり式にするんではなくて、えー、グラフで考えていきます。というのも、こっちの左辺のところを fx として置いて、グラフを書いてみるとどうなるか。はい、これは こういうふうに2つの共有点を持つ、まあ、いわゆる2つの異なる次数解を持つってことなんですがそれがマイナス1と0の間で1回ってことはこういうふうになってますし0と1の範囲ってことは0と1がこんなふうになっていると。これが y=fx ですね。こういうふうなグラフが書くことができますので条件としては f マイナス1が 0より大きくて F0 が AF で見えるかな、はい、F-1 が0より大きいっていうふうにグラフでね、えー、分かるのであとはこの条件を整理すれば A と B だけの式になって、えー、それを AB 平面に書けばいいってことが分かります、はい、やってみると F-1 は、えー、とここにねあこの式ね代入してみると,、えー、と1 ああここです、ね、2引く a プラス b これが正ですし、えー、この0を入れてみると b が負で、えー、マイあこれマイナス1じゃない1ですね、えー、1代入したら2プラス a プラス b とこれが正っていうことですねはいこの条件を満たすグラフをね ab 平面で書いていきます、えー、そうすると どうなるのか見てみたらこれはえとこのダイナリーになってますがこれイコールでまず考えてみましょうここイコールねそうすると通る点が分かります A を0だとして考えてみると B がス2だったら成り立ちますよね2-0-2だったら0になるんでちゃんとはいということは白丸でス2ここを通るっていうことが分かりますで逆に B が0だったら A が2だったら成り立ちますので っていうところを通るんだなとということ、はい、でこれ白丸にしといてこういうふうに直線がかけるとこれが b a く2っていう直線、はい、で同じように2プラー A プラー B っていうのはこれ、えー、と B 軸に対して対象になってますのでこっちが2だったらこっちマイナス2っていうところを通ってあとここは通りますねなので直線としてはこんな感じ。b、はい、− a く2 この形ですねで領域はここはいこれよりこの右肩上がりの直線よりは上でこの a 軸よりは下ででこの右肩下がりの直線よりは上って形なのでこれはいここが求める領域はい境界は含まないですこのイコールがね入ってませんから境界は含まない含まない この斜線部分ですね求める領域。えー、そしたらこの2番いきましょうね斜線部分、はいえー。では2番考えてみると2番はホーム線 C の通りうる範囲を座標平面上に図示しなさいという問題です。で、えー、このホーム線 C の通りうるって言ってるんですが、まあ、これはいわゆる X Y の関係性なので XY 平面で書いたらいいということになります。はい、で えーこの c が通りうる範囲って言ってますがこれ実は括弧1のここの条件をえ必ず満たしていないといけないわけですねつまり今 x と y の関係性っていうのは正直ちょっとよくわからないんだけど a と b の関係性で言ったらこの領域の中に存在するよって言ってるのではいえつまりこれ領域の話でよく出てくるのがまずえこのえこう領域を書く前の1点 を考えます。C. 乗の点。ラージ X. ラージ Y.。ええ、を考えると。このラージ X. ラージ Y. っていうのは、どういう条件を満たすかって言ったら。今 C. 乗にあるので、それを、代入したら成り立つわけですね。つまり、y、ラージ Y. イコール。ラージ X. 二乗プラス A. ラージ X. プラス B. っていうふうな式が成り立ちます。 でえー、この式成り立つんですが同時に、えー、この AB は1で、えー、求めた領域の中に必ずありますね。領域内に,内に、えー、存在するとつまりどういうことかって言ったら。 えー、この、えー、式がこの ab っていう、えー、この式っていうのが、えー、今 y=x+b 二乗す X プラス、B、だったらなんとなくこれ xy 平面の式みたいですがこれ ab に存在するっていうことなのでこの式を ab 平面上に持ってきてこいつがちゃんとこの領域の中を通るつまり共有点を持つっていう方向に持っていきます。えー、つまり この式を AB 平面上に持ってくるということは B イコールの式にするということね。B イコールマイナスラージ XAAB 平面だったらここが X でこっちが Y みたいな感じなのでえとここを入れ替えて引く X2 乗足す Y っていう式ね。がこの括弧1で求めた領域って 領領域域ととと共共有有点点をを持持てててばばいいいいってことですね先ほどは何か二次関数っぽかったんですがこの形にしてみると一次関数の式になりますなので、えー、一次関数の式がこの領域とぶつかるところをあとは探せばいいので、えー、ここの式をですね、えー、ここで えとこっち fx と置いたのでこっち ga にしましょう g a イコーイ l a r g e x a l a r g e x 2乗足す y トークここでになってますねここで、はい、で、えー、この式は、えー、一次関数なので右肩上がりだったり右肩下がりだったりします、はい、でどういうふうに定めるかっていったら今こっちも直線になってますんで この直線つまり傾きが1の直線よりこの傾きが大きかったり小さかったりとかして場合分けをしなければいけませんえつまり傾きは −x ですから −largex っていうのが、えー、1以上の時つまり largex が −1 以下の時ですねどうなるかっていうと、えー、この g がどこを通るか なんですが、領域を考えるときには頂点を考えていけば OK です。で、頂点見てみると、えー、とこれ分かりやすいのは2のところですかね。G2 がどうなっているかです。はい。例えば G2 ね入れたときに、この直線に2を入れた、えー、ときに0よりも小さい、つまりこの辺を通るよっていうふうになったとしたら、この直線よりも傾きが急なので、絶対にこの領域は通りません。ですが、 2よりものすごく上に行くと、えー、通らないかもしれませんが、えー、少なくとも2より、えー、G2 が負だったら絶対に通らないので、えー、G2 が正、えー、っていう条件。で先ほど言ったようにえー、っとこれあまりにも高いところに行くと今度こっち通らなくなっちゃうので、えー、じゃあどこを通ればいいかっていうとマイナスに入れたところですね。 g ス2っていうところがえっ、ー、とこれは上にあるか下にあるかって話なんですが g ス2が正のところを通って g2 で正通ってしまうと領域内ぶつかることがありませんから g ス2が負であればいいっていことが分かります。はい。の時これですね満たすのはね。えー、でちなみに g0 このねえっ、ー、と b 軸とぶつかるとこなんですがまあこれは えとこのマイス2よりも下にあってもこういう感じで、えー、なったとしても、まあ、通ることはありますからこの g0 のところは関係ない、えー、つまり2条件1、えー、回で考えればいいってことがわかります、えー、そうすると、えー、g2 は、えー、代入してみるとマイ,、x マ,イえー、マイナス2 x ス2を足す y が0より大きいってことなのでつまり y が えっと x2 乗、えー、とプラス 2x かあかつこの g ス2っていうのをここ入れてみると y が largex2、えー、乗引く 2x 未満ってことがわかりますこれねじゃあ続いてマイナス −x っていうのが今度は右肩上がりだけど、えー、緩やかになってる場合つまりこの 傾き1の直線よりは緩やかになっている場合どうなっているかを考えましょう。0以上1未満の時つまりマイナス1より大きくて0以下の時これは g のどこかっていうと今度は例えば2を考えてみた時にね2を入れた時にこの傾きよりも えと例えばこの上にあったとしたらこう緩やかだったら通りそうですよねで G22 よりもこのところよりも下つまり歩であったとしても緩やかだったら通る可能性ありますよねなので今回2は関係ないです、はい、じゃあ0のところはって言ったら、えー、0のところでこのス2っていう高さよりも下だった場合これは絶対に領域あのと共有点は持ちません えー、なので G0 の時にマイナス2よりも大きくないといけません。でさらに、えー、G−2 のところにこれ下だったり上だったりしますが、えー、もし g ス2の時に0より大きければこういうふうな直線になりますがそれだと領域通らないので、えー、この g ス2の時には負じゃないといけないということが分かります、はいえー。そうすると えーとこの g0 っていうのはここ代入してみると、えー、y が largex2 乗く2かつ g ス2の方はこっちですねこのと一緒なので y が largex2 乗 −2x っていことが分かりますいいかな、はい、で、えー、とあと右肩下がりを2つやればおしまい。 じゃあ右肩下がりで考えてみると右肩下がりねえで考えてみたら今度はえこの右肩下がりの傾きマイナス1よりは緩やかなところを考えていきましょうそうするとマイナス1以上え0未満の時つまりえっと0より大きくて1以下の時 で考えてみると、えー、この G はどうなるかって言ったら右肩下がりでこうね右肩下がりで考えていった時にじゃあマイナス2のところで、えー、上だったらこうぶつかるところがありそうですよねで、えー、G マイナス2で負のところでも、まあ、緩やかであればあぶつかるところがありそうなんで今回ここは関係ないですが、えー、G2 の時に えー、ここ上にあったらね正のとこにあったら絶対にぶつかることはないのでまず g2 っていうのが、えー、負じゃないといけないかつで、えー、g0 ここですね g0 のところも負だったらまあ負っていうかマイナス2よりも小さかったらぶつかることはないこれより上にないといけないので、えー、g0 がス2以上ああス2よりも大きい ということは、これ G0 は先ほど求めた形なので、ここですね。y が、これ逆転してますから x、largex2 乗足す 2x っていうもの、かつ、G0 っていうのは、これですね。y が largex2 乗く二より大きい。で、4番目が、最後ですね。マイナスラ l a r g e x っていうのが、 マイナス1より小さい時つまり、えー、ラージエック x が1より大きいとき。どうなってますかっていうと、えー、これ g なんとかって形なんですが、えー、これ右肩下がりでさらに、えー、この直線より下がっているわけなんですが、はい。えっ、ー、と、g-2 よりのときに0より小さければどん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 下がって領域にぶつからないし、えっ、ー、と、この 2、えー、の時に正、えっと、であったらそれでもやっぱりぶつかりませんよね。はい、なので、えー、これはこの2の時には正2の時には負、えー、じゃないと、えー、いけないしでさらに、えー、G0 のところで負、えー、だったらこれぶつかるところありますけど正、えー、でもぶつかるところありそうなんでなのでこことここが求めるところになります。 つまり、g2 のところでは、負じゃないといけないし g、g マイナス2の時には、これ、正じゃないと無理だと。っていうことですね。つまり、えっと、これ、g2 が、これですね。えっと、y が、large x2 乗、足す 2x だし、えっと、y が、正なんで、これの逆転ですね。large x2 乗、引く2。 この形。いいでしょうか。はい。じゃあ、えー、この1から4までを、えー、と図で書いてみるとどうなるか。これもうちょっとこっちにしよう。よいしょ。この largex、largey っていうのを、えー、一般化して、えー、つまり sm smallx、smally、え、で、ー、書き直してみると図が書けます。で、今、図は、えっ、ー、と、y イコール x に乗足す 2x と y イコール x 二乗引く 2x それから、えー、y イコール x 二乗引く2っていう形がありますよね。なのでそれぞれ書いていきましょう。マイナス2のグラフこれが y イコール x 二乗引く2でえっ、ー、と x に乗足す 2x っていうのは、えー、これ平方完成すると x 足す1の二乗を引く1になるのでえっ、ー、とここのところを取るのかな。 ここかな。で、さらに、えー、これ左右対称になってますから、x2 乗 -x, X、はい。対称性で考えたら、これマイナス1時マイナス1で、ここマイナス2で、ここ1でっていう形。で、えー、それぞれ0を通るので、こうですね。こんな感じのグラフになるかな。こういう感じ。はい、こういう感じ。ちょっと分かりにくくなりましたが、 ここが y=x2、えー、イコール X 乗をプラス 2x でこっちが y=x2 イコール X 乗引く 2x って形ですで、えー、これマイナス1より小さいところあ以下で考えてみるとこの x2 乗プラス 2x ですねはいここの、えー、グラフこういう感じこの線ね、えー、この線よりは上にあって えー、x2 乗引く 2x ここの直線ですねここの直線はいこの直線よりはあ下ってなってるので、えー、ここの領域になりますいいかな、えー、これよりは上でこの曲線よりは下なのでここでマイナス1から0の範囲はっていうとこれですね x2 乗引く 2xx2 乗引く2か この直線この曲線よりは、えー、上にあってこの曲線よりは下なので、えー、ここですねで、えー、これ左右対称になってるのでもう分かると思いますが、えー、こんな感じに、えー、なっていきますこういう、ねはいっていう感じなんでなん、えー、ですかねあのこういうこういうグラフの形に、えー、なったよという感じですね。なんか昔の、 えーとマジンガー Z とかね、そんな形になってるかなと思います。はい。えっ、ー、と、求める、えー、領域は、斜線部分で、で、境界はって言ったら含みませんね。斜線部分で、境界は含まない。イコールついてないですからね。 スライドしまいになります。いいでしょうか。はい。結局やってることは一次関数と二次関数の、えー、合体したものとあと領域を考えるところでした。はい。傾きはどうこうという話なので、えー、これ共通テストでも出てきそうだなっていうのが分かっていただけたでしょうか。はい。えー、今回の授業は以上です。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。それではバイバイ。よいしょ。よいしょ,いしょ。